作戦内容を伝達する。それでは作戦を開始する。諸君らの幸運を祈っています。以上。バリアス砂漠に展開する帝国軍部隊を叩くぞ。第七小隊出撃する。それにしても不思議な場所ね。どっちを見ても穴の開いた岩山ばかり。ファルディオの話だと、あの穴は大地が焼かれた時の痕跡らしい。地面にあるたくさんの溝も巨大な爆発の跡だと言われているそうだ。本当なの？信じられない。だけどさ、あの溝や遺跡の壁は歩兵が身を隠すのに使えそうだよ。広大なこの砂漠では利用しない手はないね。よし、作戦開始だ。ユーキバダは忙しいね。あたいについてきな。行くよ。よくやった、さすがだ。発見したよ。了解したよ。なんて腕前だ。あたいも負けな。
やったぜ。よくやった。次も頼む。ぽいな。
私の出番ね。エセイヘ、もう少し頑張って、今行くからね。お願い、助けてあげて。リズム発射してください。風が強くなってきたな。兄さん、おそらく砂嵐でしょう。バリアスの砂嵐は目の前のものも見えなくなるほど凄まじいものだそうです。そうか、砂嵐が吹いている間は敵が視認しにくくなりそうだな。同様にこちらが敵に視認されずに前進できる可能性もあります。障害物がないような場所を前進するときは砂嵐を利用するといいかもしれません。なるほど、イサラ、ありがとう。敵はどこに潜んでいるか分かりません。このままでは奇襲の正面に出ると。考える時間を与えないでください。
ぞ。作戦終了。敵拠点を抑えたぞ。これで貴様らもレベルアップだ。おめでとう、支援兵の諸君、支援寮兵へと昇格だ。また来いよ、俺はいつでも待っている。